ようよう、このまんじゅう古かったぜ。おかげで俺様、腹ピーピーじゃねえか。いいがかりだね。いい加減なこと言うと、お上に訴えるぞ。悪徳まんじゅう、古い商品で騙して儲けてるって、こちとらには確かな証拠もあるんだぜ。これに懲りたら、まっとうな商売しやがれ。わかったな。義賊活動お疲れさん。さすが俺様の仲間、いい芝居だったぜ。俺様は天下の大泥棒、盗めねえものはねえって思ってたけどよ、やっぱ女心は盗めねえな。バカ、俺様の秘めた思いを暴露するだ。五右衛門様、うちに何かご用ですか？スキーとか聞こえましたけど。おこにさん、いやね、こいつがね、まんじゅう好き好きなんていきなりね。はい？いや、本当に何言ってんだか、このなんてった。それじゃ皆さん、さようなら。あ、ごえもん様、待っとくれよす。天下の大泥棒石川五右衛門、俺は好きだね、ああいう面白な御仁。ついに天下の宝、千鳥の航路のありかが分かったぜ。早速盗みに参上でい。閉めたぜ、秀吉の野郎はぐっすりおねんねだ。天井に誰かおる。出会え。アウチ、なんでこんな時に泣きやがる。俺様が騒ぎ起こすから逃げろ。てめえ、こらバロ、俺様一人ならどうにでもなる。早く行きやがれ。死んだと思って。俺様こう見えてもしぶといのよ。俺様は石川五右衛門、腐っても天下の大泥棒って。これで貧しい連中がまた助かるぜ。すまねえ、てめえまで巻き込んじまったな。
最後だし、行っちまおう。オラてめえが大好き。あの世でも一緒になってくれるか。ああユケイ、入り殺されるとは前代未聞。天下の大泥棒の最後、徳と見やがり。あっちゃったあっちゃった。 あれ熱くねえ。なんかちょうどいいお湯加減。はは、五右衛門たちを取り戻すべく一味が退去して押し寄せてきてるぜ。逃げろ。これぞ天の助け。逃げるぜ。それからさっきのオル様の言葉は忘れろ。いいね。